ミフをご覧の皆さん、はじめまして、ドッグインザパラリワードオーケストラです。ボーカルのハルです。ダミズキです。ベースのメイです。ドラムのカンナです。はい、僕たちドッグインザパラレルワールドオーケストラは12月の12日に新しいミニアルバム、はい、ドギースタイル2をリリースすることになりました。ありがとうございます。はい、今回はですね、前作のドギースタイルに続き、メンバー全員が作曲した曲が1曲ずつ入っている意欲作になっています。はい、ではまず一人ずつ自分の曲のアピールをしたいと思います。はい、ジュンジュンくんどうぞ。はい、とても素敵なバラードができました。カネくんどうぞ。素敵な初恋の歌になったと思います。はい、水木くんどうぞ。ロックなかっこいい曲になってます。はい、メイくんどうぞ。はい、熱いビジュアル系ラブな曲になっております。はい、僕の曲はですね、ライブで盛り上がれるポップな仕上がりになってると思います。はい、さらにメンバー全員で作詞作曲をした、はい、ドギーズパーティーという曲も収録されています。はい、こちらは PV も撮ったんですけれども、はい、楽しい感じです。どんな曲になってますか、カンナ君。いやー、これはもう楽しいしかない。はい、ライブでも大いに盛り上がれるですね、全員がボーカルを撮っている楽曲になっていますので、はい、皆さんどこかでお見受けした際はキャーキャー言ってください。お願いします。はい、そして新しい SE も作ってましてですね、はい、今回は2013年を期待させるような1枚ができたかなと思っておる次第でございます。そんな2013年第1弾スケジュールとして、ドッグインザパラレルワールドオーケストラ2月の23日土曜日に赤坂ブリッツで主催イベントを行います。タイトルは超犬小屋ということですね、今までやってきた犬小屋という自分たちの主催イベントをですね、ちょっとパワーアップさせた内容で、はい、たくさんみんなを楽しませられるような企画を考えていますので、はい、ぜひ遊びに来てください。待ってます。対バンはロイズ、ユナイト、デイジーストリッパーの4マンでお送りしたいなと思っておりますのでですね、ぜひ2月23日土曜日は赤坂ブリッツで僕と誰もない僕とアクシュ。ありがとう。ということでですね、できる、できるかもよ。ああ、わかんないよ。まあ、そうだ、うん、そう、そしてですね、あのじゃねえよ。PV でですね、はい、ドギーズパーティーという曲を PV を撮ったんですけれども、はい、その中でですね、うちのジュンジュンくんがメイくんに向けたですね、愛しのメイくんに向けたモノマネを PV の中で披露したんですけれども、今日はなんとビフのためにジュンジュンくんが温めてきたモノマネを、おわ即席で披露していただければいいなと思います。ジュンジュン君、いけそうですか？行ったら行ったら。ビフのために温めた嬉しいの河村隆一のお願いします。はい。ねえ、君に増えたオフショあの日終了ということで、ドッグインザパラレルワールドオーケストラでした。